掃除お掃除ランランラン、ほっこりを叩いてぶっ潰せ、塵もおくたんも残さない、消し止め消し止め。上等ですよ。水回りよし、部屋よし、玄関よし、鳥よし、リビングよし。洗濯機のタイミングもバッチリですね。今日はお天気もいいし早く乾きそうですね。はい、ハンコください。いつもご苦労様です。ありがとうございました。小林さんの腰痛対策クッションですね。さて洗濯も終わりました。あとは晩ご飯のオムライスですが、すべては小林さんのため。おいしいのをお願いね。最高のオムライスを用意せねば。まずは試作です。どうですか、ふわとろの卵に熱々のケチャップライス、お店にも負けないクオリティ、そして味も普通だ。美味しくないわけではないですが、あ、美味しいのお願いね。もう少し特別な何かが欲しいです。尻尾はダメって先手打たれちゃったし。いや、なんだルコアさんでしたか。お菓子持ってきたんだけどどうかな。ありがとうございます。何ですかその格好。いつも言われるから露出度を抑えたんだ。どうかな。次は体を変えるといいですよ。え、どうぞ上がってください。うん、お邪魔します。さすが評判のお店だよね。紅茶のおかわり入れますね。あ、でももう行かなきゃ。あ、そうだ、小林さんに食べてもらうオムライスを試作中なんですけど、何か美味しく作る方法はないですかね。へえ、オムライスか。手っ取り早く材料を良くしてしまうのはどうだい。なるほど。それじゃ、紅茶美味しかったよ。お粗末様でした。材料ですか。高いですね。お米にお野菜、卵もいいものを揃えたとして。よし、予算オーバー。夕飯の買い物かい、トールちゃん。あ、たったさ、この鶏肉高いですね。それ秋田さんの最高級地鶏だからな。もう少し安くなりませんかね。あ、これでもギリギリの値段なんだ。そこをなんとか。あ、これ以上はこっちも生活できなくなっちまうし。そうですか。あ、でもトールちゃんにはこの間のお礼もしたいし、こっちの肉ならおまけできるけど。普通だ。これじゃ意味がないんです。そうなのかい。おいしいのをお願いね。仕方ないですね。ここら辺でいいですかね。これはオムライスの材料です。また戻ったの。一瞬だけ。これ何の卵。それはグリーンカンビの卵です。あのバルハラの目覚まし時計の。ええ、コケキョコ、あれクソうまいよ。マジか。エインヒレ
レルから聞いたところ非常に美味だとか。これは？それはエルフの里の湧き水ですね。それでお米を炊こうかと。ただエルフたちとは一線やらかしてるので、こっそりもらってきました。それ殺されても文句言えない。他には牛馬の肉とか、向こうにしかない果物とかですね。お米とか野菜とかは？それはこちらのものの方が良いかなと。確かにこの国のご飯は美味しい。品種改良とかいう魔法を使ったものらしいですが、今度詠唱術式を教えてもらいましょうかね。それじゃ早速作りますよ。カンナも手伝ってください。ああ、よし、予算オーバー。夕飯の買い物かい、トールちゃん。あ、たったさ、この鶏肉高いですね。それ秋田さんの最高級地鶏だからな。もう少し安くなりませんかね。これでもギリギリの値段なんだ。そこをなんとか。これ以上はこっちも生活できなくなっちまうし。そうですか。でもトールちゃんにはこの間のお礼もしたいし、こっちの肉ならおまけできるけど。普通だ。これじゃ意味がないんです。そうなのかい。おいしいのをお願いね。仕方ないですね。はい。やあ、なんだ、ルコアさんでしたか。お菓子持ってきたんだけど、どうかな。ありがとうございます。何ですかその格好。いつも言われるから露出度を抑えたんだ。どうかな。次は体を変えるといいですよ。え、どうぞ上がってください。うん、お邪魔しまーす。さすが様です。ありがとうございました。小林さんの腰痛対策クッションですね。さて、洗濯も終わりました。あとは晩ご飯のオムライスですが、すべては小林さんのため。おいしいのをお願いね。最高のオムライスを用意せねば。まずは試作です。完成です。どうですか、ふわとろの卵に熱々のケチャップライス。お店にも負けないクオリティ、そして味も普通だ。美味しくないわけではないですが。評判のお店だよね。紅茶のおかわり入れますね。あ、でももう行かなきゃ。あ、そうだ、小林さんに食べてもらうオムライスを試作中なんですけど、何か美味しく作る方法はないですかね。へえ、オムライスか。手っ取り早く材料を良くしてしまうのはどうだい。なるほど。それじゃ、紅茶美味しかったよ。お粗末様でした。材料ですか。高いですね。お米にお野菜、卵もいいものを揃えたとして